全国高校 e スポーツ選手権とは、高校生が競う e スポーツの大会。全国高等学校 e スポーツ連盟と毎日、新聞社が主催する。日本国内に在住し、高等学校及び高校3年生と同等学年までの高等専門学校、高等専修学校、専門学校高等課程、インターナショナルスクールに在籍する満16歳から、 満19歳までの人物が出場できる。複数人で競う種目については、同一校内でチームを組織しなければならないが、一人の選手が複数種目に出場することはできる。また、一校から複数のチームが出場できる。2018年の第1回大会以来、競技タイトルは、レッジオブレジェンズとロケットリーグの2種目で実施され、スペシャルサポーターに、 ケインコスギが就任している。2018年に開催。決勝戦は2019年3月23日、翌24日。参加対象は高等学校と高等専門学校に限られていた。ロケットリーグの決勝トーナメントには、横浜西風高等学校、阿南工業高等専門学校、佐賀県立鹿島高等学校、 大分県立鶴崎工業高等学校が進出し、鹿島高等学校が優勝した。レッジオブレジェンズの決勝トーナメントには、横浜市立南高等学校、N 高等学校、岡山県共生高等学校、東京学芸、大学附属国際中等教育学校が進出し、学芸大富国際が優勝した。2019年に開催。参加資格が高等学校。 高等専修学校、専門学校高等課程、インターナショナルスクールまで緩和された。大会テーマソングを、バーンアウトシンドロームズが担当した。ロケットリーグの決勝トーナメントには応援サポーターに22、7の海の瑠璃、倉岡水波が就任。佐賀県立鹿島高等学校、N 高等学校、大分県立鶴崎工業高等学校。 福城工業高等専門学校が決勝へ進出し、鶴崎工業高等学校が優勝、第一回覇者をしのいだ。レッジオブレジェンズの決勝トーナメントには22、7の白沢奏恵、岡瀬千春が就任。クラーク記念国際高等学校秋葉原 IT、キャンパス、愛知県立豊田工業高等学校、N 高等学校ネット学習コース。 横浜市立南高等学校が出場、N 高等学校が優勝した。2020年に開催。ロケットリーグの決勝トーナメントには、N 高等学校、大阪府立大学工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校、東海大学附属札幌高等学校が進出し、N 高等学校が優勝した。レッオブレジェンズの決勝トーナメントには、 大会発の同校から2チームが進出。N 高等学校の KDGN1 とチームノープランアートカレッジ神戸ルネサンス高等学校が進出し、KDGN1 が優勝2連覇となった。全国高校 e スポーツ選手権決勝大会情報第1回全国高校 e スポーツ選手権2021年3月19日閲覧。 ロケットリーグ部門決勝大会情報第2回全国高校インスポーツ選手権公式サイトロケットリーグ部門決勝大会情報第2回全国高校インスポーツ選手権2021年3月19日閲覧リーグオブレジェンド部門決勝大会情報第2回全国高校インスポーツ選手権公式サイトリーグオブレジェンド部門決勝大会情報第2回全国 高校 e スポーツ選手権2021年3月19日閲覧ロケットリーグ部門決勝大会情報全国高校 e スポーツ選手権公式サイト2021年3月19日閲覧ロケットリーグ部門優勝チームが決定全国高校 e スポーツ選手権公式サイト2021年3月19日閲覧 リーグオブレジェンド部門決勝大会情報全国高校 e スポーツ選手権公式サイト2021年3月19日閲覧リーグオブレジェンド部門優勝チームが決定全国高校 e スポーツ選手権公式サイト2021年3月19日閲覧ありがとうございます